はい。じゃあ、えー、っと、初等の11月号を手元に届いてると思います。その、あの、うーんー、半紙の説明していきたいと思います。それでは、まず8ページの解消いきましょうかね。うんうん、それで、これね、この筆順。 ええと、一般的な出順っていうのは、こう、こ <noise> う<声>、こう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 、ちょんちょんちょん。っていう風うに、まあ、調べたら出てくるんだけど、私いつもこっちから書くんだよね。一般的じゃないのかな。なので、ちょっとここの書く出順っていうのは、ちょっと調べてもらいたいな、みんな。まあ、皆さんのね、 うん、周りの人とか、師匠人とか、いらっしゃると思うので、ここの書く順番ね。私はこっちから書くのがやっぱりいいんだよね。まあ、それはそれで。それで、扁平な、この、形っていうのをテーマに書いてもらうのと、あと今回ね、この長い線だよね。この線を、まあ、バランスよく、リズムよく、 書いていいてきたいんですよここにこ「小気味良い泉質」って書いてあるよね。それをちょっとやってみたいんだけど、えー、っとね、最初に説明しちゃおうか。これは、上服でこないだもちょこっと言ったんだけど、あのー、皆さんがね、書かれるときって、藩紙の ほんのそうだな5ミリぐらい上にセットして、そのまま慎重にポチンと入れて、ゆっくりと慎重にって、こういうね、うんぴつ多いんだけど、まあ、それがね、ダメってことはないんだけど、やっぱり構えて、それでちょっとこう上、振り子のようにこう、上にこう、持って上がって、それから、 トンと置いて、スッパンと収筆作ってっていう形がね、リズムいい、うんぴつ方法だと思うんだよね。で、ね、よく言うんだけど、師匠が書かれるときは、オーラが背中から出ると。まあ、それは私がそう思うだけなんだけれども。だから、決して指先とか、 手首からとかそうじゃなくて全身からオーラがわーっとこうさ、スーパーサイヤ人みたいに出てくるんですよ。それには、しっかりと自分の中心軸、体幹の中心軸、キュッとし、決めて、それでこう、無理のないこう、肩を張ったポジションを作ってから、ポン、トンと、そんな感じで横の線を、 引いていただきたいなぁと思いますね。で、だんだん太くするといいと思います。で、角度を、ここのね、入室の角度気をつけてね、斜めすぎる方とか、立ちすぎてる方いらっしゃいましたね。それから今度はね、この同じ横の線なんだけど、このシュートのここの横の線だよね。これね、結構、こう反っちゃう人がいるんだよね、こう。 反ると、中のさ、この空間が狭く感じてしまう。えっ、ー、と、こういう感じだよね。まあ、こうあったら二画目が、こう反ってしまう。そうすると、やっぱりちょっと狭く感じてしまう。またね、合わせるところが、まあ、こ、この一画目のこの先ではなくて、この辺から、 第2画目を出発される方があるんだけれども、この線の上に被るって言ったらこんな感じだよね。ここじゃなくて。こんな感じで、こう、合わせてもらうといいですよね。それからここは、ちょっと下がるといいかな。まあちょっと書いてみるかな。それからまた伝えたいこともあるかもしれないし、 いいでしょう。さあ、出順どうしようかな。まあ、左から私書いちゃおうかな。あ、ごめん、揺れちゃったね。うん。真ん中から書く方があっても、いいんじゃないかな。だから、私はちょっと、左から書いていきます。 ごめんね。 ちょいまとかな丁寧にねって感じかなでちょっと書いた時に。 気づいたの。この羽根ね。羽は、えー、と、長い時、長く、スーッと長く描く場合もあるし、今みたいにちょっと短めに描く場合もあるよね。あの、丁寧にうんぴつするっていうのが大切で、勢いをつけて、描きすぎてしまう方があるんだよね。 こうさってあちょっと特に本当に変なのになったねまああのうーんと頭の中では私はねここまで来て一旦こうえっ、ー、と力をもう一回こう踏み込むような形で力をここで整えて次に出発する時に頭で思うことっていうのは どのぐらいの羽まあ、例えばよ。例えばよ。どれぐらいの、えっ、ー、と、とんがるところをどこに持っていって、どれぐらいの長さの羽を描きたいのかっていうのをイメージするんだよね。そのイメージした場所に、穂先を運んでいくっていうようなイメージで、私は描きますね。で そこまで筆の先を持っていったら優しく引き上げるっていう感じだなまあいろんな書き方があると思うけれどもその作る前に書く前にイメージするっていうのは大切なことだと思うので羽をうまく書くためには私はそうしてみるけれどもちょっと参考までに皆さんもしてみてください。特にーみたいにちょっとこれ出すね。 ね、あの、次、中にこう、また、書き、書かなきゃいけないから、ここをさ、シューッと長くしちゃうとや、邪魔になってしまうよね。空間を潰してしまうよね。だからやっぱりこういう場面では短く、でも丁寧に書いてもらえるといいなと思いますね。あと一つ伝えたいことがあった。あのね、この線を書くときに、 結構多くの方がね、これをね、結構こう、左、右か、右に押し合った線。こういうイメージ。ちょっとやりすぎか。こういうイメージのね、あの、三日月みたいな線というか、ちょっとここまではいい、言いすぎかな。ちょっと待ってね。こうでしょ例えば、文章、あ、これ裏だった。 よいしょえーとね、こうして、こんな感じかそう。こんな感じこのまま、よく見ると曲がってるように見えて、そんなにこっから、こうこを観察すると、あの、こんな風にえぐれてないっていうか、回ってないんだよね。でもどうしてもそういう風に見えてしまうのか、 ここをこうグイーンと丸くしてしまう。そうするとね、線はここだけなんだけれども、この線が、あの領域っていうか、この線が使ってる空間って、これぐらいになってしまうでしょう。なんか結構ね、無駄な空間を使ってしまうし、締まりがなくなるんだよね。だから、こうやってトンとしたら、穂先をあんまりこう、 えぐれないように、穂先の方がどこに通ってるかをちょっとこう意識しながら、お手本のようなところに、お手本のようなコースを通るように、頭で考えてうんぴつしてもらうといいかなと思いますね。そういうことかな。まあ、ちょっと質順みんなでまたお教室で研究しましょう。はい。それから、次は、 白紙紙館だな。ええー、と。